まあ、私自身が難病患者でもありますので、やっぱりその震災が起こった時の要配慮者、障害がある方だったりとか、高齢者の方だったりとかの、まあ、支援についてよく考えることがあります。でやっぱり今町内会で避難訓練とかってしているんですけれども、そこの場に例えばペットだったりとか、こういう若い世代のご夫婦とか子供だったりとか、そういったあと障害者の方だったりとか、そういった地域に本当にいるような方たちが私は参画していないように思います。で町内会に参加している人だけ、まあ特に高齢者というか、まあ、上の世代の人だけが参加しているのが今の地域の避難訓練かなというふうに思います。ただ実際に本当に南海トラフが例えば起こったとしたら、やっぱり皆さん地域の小学校に集まったりとか避難施設に集まったりとかすると思うんですよね。まあ、そうなったことを想定して、私はまあ順番に地域地域で本気の避難訓練を行っていきたいなというふうに思ってます。まあ、これは本当にまあ県市協調も含めて、やっぱり県だったりとか国だったりとか、まあ自衛隊さんとかも参加してくれるんだったら、そういったところにも参加していただいて、まあ、本当に南海トラフが起こったらどうなるのかっていうことを地域の皆さんに体感してもらう。そうなると多分コミュニティの大事さっていうのが分かってくるので、今ちょっと町内会とか、まあ、子ども会とかそういったところが活動がちょっとあんまり活発ではなくなってきているので、そういったことをもう一回重要だと皆さんが思ってくれるのかなと。でコミュニティが活性化していったら、それこそまあ危機意識の向上ができるのかなというふうに思います。また、まあ、今女性の避難所運営の話もよく出てきますけれども、やっぱり最低一人は各避難所に、まあ、女性の担当者を確保して、女性も参画できるような避難所運営をしていきたいなというふうに思っています。また、まあ、介護を学ぶような学校だったりとか学生さんって結構徳島にもいらっしゃるんですよね。で、まあ、熊本の震災の時もそうだったんですけど、やっぱり障害がある方とか高齢者の方とか、今福祉避難所っていうのがあるんですけれども、やっぱりそこはまあ、従来もうすでに住んでいるような方もいらっしゃいますので、なかなか対応が難しいと。だからそういった介護を学んでいるような学生さんとかボランティア団体さんとか学校さんとか、そういったところと連携協定を結んで、若者とか障害を持った方、高齢者の方もきちんと安全に避難できるような場所を確保して、まあ、避難訓練の下で皆さんの危機意識を上げていきたいなというふうに思っています。はい、ありがとうございます。そうしましたら遠藤さんお願いします。はい、危機意識を上げる方法ってこれ本当に難しいんですよね。徳島市民総合防災訓練、今年私ももう2回参加しましたけど、今内藤さんがおっしゃってましたけど、あの 年配の方ばっかりがっていうのはそれちょっと認識が違います。あのぜひ参加していただきたいと思いますが、家族連れもたくさんおりまして、女性の消防団員の方が子どもたちを集めて紙芝居でちゃんと教育したりとか、そういうこともちゃんと行われておりました。あの気持ちですから、これ皆さんにただ防災訓練に来てる方っていうのはまあ危機意識がある方なんですよね。ほんまは来てない方にどうやって伝えるか、これが重要なことなんだろうなと思います。これはもちろん規定動きとかですね、避難所の運営とかちゃんと勉強していただく、これはほんまにありがたいことですけど、来ていない方にそれをどうやって伝えるか。あの私ね、アナウンサー時代に県南にこの地震の取材に行ったことあるんですが、県南で地震があったらすぐ津波が来る、ね、昭和南海地震を経験した方に聞きました。地震があったら裏山に逃げるんよってずっと言い伝えられとんですよね。だからそれをずっとじいちゃんやばあちゃんからずっと聞いとった人がみんな逃げて助かっとんです。それで聞いたら、あそこの家の人一人暮らしやっちゅうんで若い子が行ってやね、背負うてそのまま逃げて助かった人もおる。ですからこのコミュニケーションですね、その町内会というかその地元のコミュニティ、顔が見える関係というのがやっぱり一番大事なんですよね。お互いに挨拶しとって、あそこの家は一人暮らしやな、これも今民生委員さんが頑張ってしっかりチェックはしていただいてますけど、ご近所の方がそれができるというのがやっぱり一番なんだろうなと思います。
そして子どもの意識、これをね、教育でしっかり変えていかなければいけません。女性の消防団員の人が一生懸命紙芝居で伝えてるっていうこともありますけど、学校でね、徳島市大きいはしご車あるんですけど、はしご車学校に持ち込んだら子どもたち目輝いてますよね。そういうところで子どもたちに地震の時はこんなことするんよってしっかり伝えていければなと思っています。消防団、そういうね、広報を一生懸命やってる人たち結構うまいです。消防職員ですね、消防職員うまいです。消防団の女性の方もしっかり頑張っていらっしゃいます。しっかり子どもの時からその意識を持っていただくということが危機意識を上げることにつながるんだろうな。あとはもうマスコミの人たちにもお願いしたいですが、徳島市としてもその広報できる時にですね、しっかり警鐘を鳴らす。皆さん忘れてませんか？災害は忘れた頃にやってきますよ。ちゃんと備えはできてますか？というのをね、しっかり呼びかけていかなければいけないと思います。はい。